皆さんこんにちは。はい、9月の24日、今日はですね、一人です。今日はあの午後から新潟の方に行かなければいけないので、今日は休養しようと思ったんですが、やはりこう毎日やるということが、大切なのかなと思ってですね、今日も少しこれからランニング行っていきたいと思います。行ってきます。今日はちょっと記録に挑戦してみたいなと思います。時間でどれぐらい走れるかやってみたいと思います。それでは行ってきます。1キロ半過ぎた頃でもう最初に200〜300m で飛ばしたらすぐバテてしまって、もう1キロも走り切るのが難しくなりました。いかにペースが大事かっていうことをまた感じました。1.5km 終わりまして、今、戻りまして、今これから車で、祖母のお墓参り行っていきたいと思います。車で移動です。車は速くていいですね。はい、今日もとても苦しかったです。 1.5km ランは1キロできたでしょうか。今日は夜新潟入ります。